皆様ごきげんよう、案内人のワンダーです。今回はマイクさんのハイヤーセルフからのメッセージをご紹介します。2022年9月23日のメッセージ。様々な国を通じて全般的な混乱に拍車をかける金融問題により、世界の変化はさらに悪化しているように見えます。人々が生き残るために助けを必要とすることの原因となる、より多くの予想される変化から抜け出す方法はないように思われます。助けられる立場にある人たちがそのために一歩踏み出すかどうか、その意思が試されることになります。大きな人災の必然性を克服するためには協力しかありません。私たちはあなたの自由意志を奪うことなく、可能な限り正しい方向を示し、やがて迫り来る大災害からあなたを解放するように努力しています。助けは手元にありますが、問題の永続的な解決をお望みなら、平和的な交渉が不可欠であることを皆さんが理解するのを私たちは待っています。戦争的な行動の脅威の下では、私たちは皆さんと協力できないことを理解してください。もしあなたが主張されるのを待っている偉大な機会を選ぶなら、私たちはあなたの状況を永遠に変えるために、多くのことができる平和な時代へと前進させることができます。皆さんが好戦的な態度を捨てさえすれば、多くの利点と機会があなたを待っています。現在の世界の問題を平和的に解決することが、幸せで歓迎される未来を確信する唯一の方法であることは明らかではないでしょうか。皆さんは地球上に存在するネガティブと混沌を超えるために、自分の波動を高めることができる物質宇宙での経験をしている魂です。グレートフラッシュの発生まであと何年もないので、皆さんの究極の目標であるアセンションに備えることが可能ですし、その時は迫っています。それはあなたがまだほとんど知らない素晴らしい未来への生命線です。あなたがいる現在のレベルは非常に低い波動であり、だからこそ同じような波動を持つ多くの魂を引き寄せているのです。あなたが地獄と呼んでいる場所より少し良い状態なので、私たちは皆さんをそこから引き上げるために最善を尽くしているのです。闇の者たちは、皆さんが地球上のすべての魂に開かれた素晴らしい機会を持っていることを知ってほしくないのです。皆さんは多くの人生を通じて長い道のりを歩み、自分の欲望に従うことができる機会に満ちた新しい時代が始まるこの時点に到達したのです。ネガティブな状況に巻き込まれることで、自分自身を抑えつけようとするのは自分だけです。本来のあなたである光でいてください。あらゆる障害を克服しようとする決意によって、あなたは闇の者たちの手の届かないところに自分自身を引き上げることができるのです。もうお分かりだと思いますが、彼らは低いエナジーを糧にしているので、できるだけ波動を低く保とうとしています。今あなたは自由への扉の前にいるのですから、今与えられている進化の機会を失わないでください。光の中にいて、あなたの周りで起こっているあまり良くない出来事を無視し、あなたの周りにいる助けを求めてくる人を助けてください。あなたはそれらの魂を引きつけ、自分の知識を彼らと共有できることを知ってください。ある人は真実を受け入れるのが難しく、自分の理解を超えていると感じるでしょう。あなたが真実に触れるとき、それに高揚せずにはいられないでしょうし、それは真実に目覚めたばかりの人たちを助けることになります。信頼なる皆さんは、おそらく何百もの人生を歩んできたでしょう。その多くはシンプルに、進化するために必要な経験を与えるためのものでした。しかしそうすることによって、あなたは自然の神秘を理解することができるようになりました。あなたは自然とパートナーとして、自然と共に生きることができるようになったのです。土地の有効活用の仕方を知り、自分で作物を育てるようにもなりました。
あなたは自然と共に育ち、自然を敬う心を持って接してきたにもかかわらず、残念なことに今は様子が違っています。しかし皆さんを待ち受けている未来では、人間が自然の必要性を完全に理解するような、より親密な理解が発展するでしょう。そのためには人間は自然と協力し、最良の結果を得ることを学ばなければなりません。動物界はやがて他の生物を殺すという本能を失い、穏やかで平和的になるでしょう。実際最初の兆候はすでに起こっており、通常は敵対するはずの野生動物が非常に珍しいペアを組んでいるのを見たことがあるでしょう。このような変化は続き、すべての動物が共に平和に暮らすようになるので、最終的には野生動物として存在しなくなります。それは人類にも訪れるでしょうが、現時点ではまだ先の話です。あなたが大きく飛躍し、夢にも思わなかったような進歩を与えてくれるものがたくさん待っています。それはあなたがその準備ができたとみなされた時、やがてあなたのものになるでしょう。それは待つだけの価値があり、あなたが平和なものすべてを受け入れ、武器を捨てたとみなされる時にあなたのものになります。皆さんはまだ他のすべての命ある生き物のために、平和的に立場の相違を解決する方法をこれから学ぶところなのです。まだお祝いをする時期ではありませんが、私たちは武力紛争の終結を見ており、世界平和がすぐに訪れることを願っています。愛と祝福を込めて皆さんとお別れします。光があなたの日々と完成への道を明るく照らしてくれますように。このメッセージは私のハイヤーセルフ、私の内なる神を通して届けられています。すべての魂は神と同じつながりを持っています。愛と光の中で。いかがでしょうか。街に出ると低い波動の人々が多くいます。きっと彼らの誘導に乗ってしまっているのでしょう。そんな人たちにも愛を送れる存在になりたいものですね。こちらで配信できないお話や、審査に落ちて配信できなかった動画などはメディアブルで配信中です。概要欄にリンクがありますので、ぜひ一度訪れてみてください。今回の動画、気に入っていただけたらチャンネル登録、グッドボタン、コメントいただけたら励みになります。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。